サイン会をしてる間に、自分の歌を聴いてください。今日はね、最後に歌わさせてもらいます。よろしくお願いします。まずは、オリジナルから歌わさせてもらいます。私の願いとバランの方から入っていきます。よろしくお願いします。はい。
すごいね、選手たちね、サイン求められて、俺も後でサイン求められたらどうしようかなと思って歌っておりました。それではですね、次はなんですけども、前回、白石でやった時もですね、話したんですけども、自分の、師匠はですね、みんなやまさひこでございまして、明日、うちの師匠がですね、東京でライブをやるんです。そのライブというのはですね、企画をした本人がライブをやろうって言ってすぐ天国に行っちゃいました。で、その話をですね、前回もさせてもらいました。今回もこういう会場ですので、なぜか俺がこの試合会場で歌った次の日は師匠が東京でライブをするということで、昨日メールをしておきました。師匠も明日頑張ってくださいと。自分今日ここでしっかり 歌いますのでということでメールを送ってきました。その亡くなった、人はですね、覆面レスラーの早草という選手でございまして、もうリングをね、ジロムジに飛んだり跳ねたり華麗な技を、してた方なんですけれども、まあ事故で、まあ、リング試合の中で事故でですね、半身不随になりまして頑張っていたんですけども、今年の3月3日に、47歳の人生を閉じました。それを思いながらですね、こういう青空の下で歌わさせてもらったわけですから、ちょっと早草選手に届けという気持ちで、まず一節ですね、歌ってからみんなやまさひこの夢しか歌ったという曲を歌わさせてもらいます。舞い上がれ高く、舞い上がれ強く、無常の雨を睨み返す。
して愛がねを数え直して吹く風に肩をすぼめたらやっぱり俺には夢しかなかった。悔しくて悔しくて泣いた夜、心から心から輝きたいと思った。一人きり一人きり泣いた夜、一度だけ一度だけ輝きたいと思った。悔しくて師匠も明日この歌を歌うかな、歌おうと思います、ね、それでは、今日最後なので、これを最後に思っております。いいですか。で、去年、ここにいる方々がラッキーなのかどうかわからないですけど、新曲です。新曲を歌わせていただきます。予定としてはですね、8月の中くらいに、この新曲の CD が出ます。その前にですね、今日ここで歌おうかなと思っています、自分もそうなんですけれども、今日こうやって試合をやってくれたね、レスラーの方々も今ちょっと送れる歌かなとは思っております。いろんなことで、悔しい思いなどをしながらですね、自問自答をしながら、それでも何か一つ夢を叶えさせさそうかなと、ね、思って書いた曲でございます。で、歌詞の中に夢の花というのが出てくるんですけども、いつまでも夢を見てちゃいけないと思っているんですけども、やり続けることによって夢も現実になるんではないかなと思って、この詩を書きました。タイトルがですね、葛藤です。自分にも葛藤しながら、今こうやって歌わさせてもらっております。その思いを、ぶつけたいと思います。いいですか、いいですか。葛藤、はい。
これをもちましてマスエンジンの2ライブを終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。じゃあね、千春選手がいるんでね、暇なんでしょね、行きますか。千春選手の入場曲をじゃあ歌いましょう。いいっすか。じゃあ行くよ、パワーオブプライド行こう。そして俺